はい、皆さんこんにちは、坂木敦史でございます。最近ですね、その小渕優子さんのニュース多くなりましたね。これは9月29日の産経新聞、小渕氏公明代表に過去の政治と金問題を説明ということですね。公明党の山口さんにですねお会いしてですね、この自分のことについて釈明をしたというのがこの記事でして、今発売されているですね文春、週刊文春、新潮、週刊新潮にもですね、このドリル優子ということでですね、まあ、過去の問題を報じられてて、別に新しいニュースはなさそうですね。で今回ですね、選挙対策委員長ですか、自民党の自民5役ですね、で公明党と選挙協力をするんでですね、公明党の山口さんに自分のことについても釈明しとかなあかんということで、お尋ねになってお話だったそうでございますけども、今回ね、久々にこう日の当たるところに戻ってこられたわけです。あのドリル事件は9年前のことらしいんですね。2014年かな、のことなんですけども、まああれですね、ドリルドリルっていうも言われ続けてますね。いやだから意外にね、世間は忘れてくれへんもんやということですね。あの事件ですね、まあ要は選挙資金、じゃあ政治資金規正法かなんかの違反でですね、証拠隠滅を図ってドリルでハードディスクを壊したということなんですけど、関係者の何人かが有罪になってるんですよ。だから多分悪質なんですね。詳しくは知りませんよ私。ちゃんと起訴されて有罪になってるということはですね、検察がこれは立件すべきというふうに考えたんだと思いますし、証拠も揃ったんでしょうね。まあ、ご本人はなんとか逃れてセーフになってますけど、まあ、昔であればね、昭和であれば何でもないようなことだったような気もします。で、何が言いたいかと言いますと、その意外にこの人、このドリルでですね、この後も引きずるんちゃうかなと。つまりですね、今回選挙対策委員長には戻してみたもののですね、散々ドリルドリル言われてるわけですね。もうドリル有効になってますもんね。でこの後ね、この方実は総裁候補なんですよ。茂木派と言いましてですね、茂木さんが今リーダーになってる旧形成会ってあれですね、竹下さんの系譜を継ぐグループ、派閥の中のですね、総裁候補の一人なんで、今まあ茂木さんがトップなんですけども、その茂木さんか小渕優子かみたいな感じなわけです。でなんとかですね、その総裁候補としてこう日の当たるところに戻したかったんですね。でこう、まあ、応援なんかいましてですね、じいさんどもがですね、優子ちゃんなんとかしようと言って、で今回強力に喫茶に働きかけてですね、五役の一つに戻ってきたわけです。お人柄は悪くなさそうな感じがしますね。お話を聞いていてもあれしても、で完全な二世議員なんですね。小渕恵三というお父ちゃんは総理大臣です。お父ちゃんもね、冷めたビザとか言われてですね、ブッチホンとか言われてですね、どう言いましょうかね、お人柄は悪くなさそうな感じで、お亡くなりになってから、在職中にお亡くなりだったんですけど、お亡くなりになってからもあんまり悪く言う人いないんですよね、小渕さんに関しては、小渕恵三さんに対しては。でこの娘さんがこの小渕優子さんなんですけど、あんまりそっち方面の悪い噂はあんまりないですね。あれ、野田聖子みたいにですね、男運が悪いとかね、そういうこともなさそうで、記事の旦那さんがいて子供もいるみたいなんですね。なんでですね、本来ならドリル事件がなければですね、初の女性最小候補ということになるはずだったんですけども、どうも今回見てるとですね、ドリル事件でですね、ちょっと無理なんちゃうのかなという気がしますね。一生懸命釈明してはるんですけど、やっぱり釈明に誰も納得しないんでしょうね。いい加減許してあげてもええやんと思うんですけど、まあただちょっとそのドリルという、ね、名前やり方というか、ドリルという、 こうワードから受けるイメージが鮮明すぎるんですよね。ドリルでハードディスク壊したみたいな
うわーみたいになるでしょ。だからもしかしたらもう総裁候補になるにはこれがドリルということがですね、ドリルで、そっちに行けなくなるなってるんちゃうかなという気がしますね。でも一生ついてもらうわけですよ、このからドリルは。ドリル有効、ドリル有効と言われ続けるんですね。大阪の府知事の吉村さんと言いますよ。私はイソジン吉村って言ってますけど、あのイソジンはね、もう最近忘れてますよね。あれぐらいやったら忘れてくれるんですけど、ドリルは忘れられへんのでしょうね、皆さんね。だから、この後大臣が1回か2回できるかどうかで終わってしまうんちゃうかなと。で、お人柄はいいんですけどね、この方。頭がいいという印象はないんですよ。実はですね、こう、切れ者という印象はないですね。お父ちゃんもそうでしたけどね、優しい人でですね。別に切れ者である必要はないんですよ。記者見たら分かる通り。あの程度でも日本の総理は務まるんですよ。あの程度で。岸さんとね、小渕優子さん比べてですね、遜色があるかないかって言われたら別に大して変わらへんじゃんのと。確かにですね、学校のこうブランドは向こう岸さんの方がいいですけどね。まあ言うてところで、そんなに差はないなという気はしますね。安倍さんという方がですね、学校のブランドちゃうにゃということを証明なさいましたからね、この国では。二流の次第でがですね、こう名宰相になれる国なんですよ。これイギリスじゃ考えられませんよ、はっきり言って。オックスブリッジ以外のですね、首相が出た試しがあるんでしょうかね。あるいはその軍何だったかな、軍人はいないのか、イギリスは。オックスブリッジかパブリックスクール以外からですね、首相が出たのって僕は、私は知りませんけどね。あるのかもしれませんけども。ほんで、フランスであれば、エナ以外から出てきたってあったんですかね、今までに。で、アメリカでもですね、あれですね、一流のですね、アイビーリーグ以外から出たのってあったんですかね。日本が一番、そういう意味じゃ、学歴は低くても OK! みたいな国なんですけど、になってしまいましたけど、まあ、それがいいとか悪いとか言うつもりはないんですけど。言う分資格はあるんですよ、だから大渕さんもね。ただドリルを引っ張りますね、ほんまにね。ちょっとお気の毒といえばお気の毒ですけど、アホなことしたってアホなことしたですね。やっぱお金の問題ですから、そのもうね、お人柄がいいにもかかわらずですね、これを引きずり回されるとですね、一生ついて回ってですね、結局最後はこれかみたいになってしまって、女性宰相がね、女性の首相がですね、出る必要は別にないと思うんですよ、僕は。実力があればなればいいわけだってですね、実力がない人が女性やからという理由でね、なる必要は全然それはないと思うんで、実力さえあれば男でも女でもええやんと。だから見渡す限り言いませんね。あんた やってみたらどうっていう人がですね、まあ、野田聖子なんか論外ですよ、あれ。男見る目がない人間にですね、総理やってもらったらちょっと困るわみたいな気がしますし、高市早苗もですね、やっぱり人付き合いが悪い人間はやっぱりね、日本は和をもって尊しとなす国ですからね、ちょっとそこはですね、あれがあるんちゃうと。で、小池百合子みたいに自分のことしか考えてないでしょ、あいつも。そんなんも嫌やしなという気がしますんで、今的確者はいないような気がしますね。上川陽子さんという方がにわかに浮上してますけども、あの方も70でしょ。ちょっと年齢的に無理なんちゃうのという気はしますね。まあ一期というか、外務大臣を1年続ければもうそれでですね、お疲れ様という年齢ではないかなという気はしますね。はい。しかしですね、こういう大きなことになるんですね。当時ご本人もですね、そんなにここまでなるとは思わずですね、一生懸命だったんでしょうけども、一生懸命というか、まあ夢中であったんでしょうけども、ね、もうやらかしてしまってますね。はい、一応この産経新聞のですね、アドレスを貼っておきます。
まあ、別に取ったことない記事ですけども、難しいねというお話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。